皆さん、こんばんは。私、浜田学のような感じの浜田学学と申します。よろしくお願いします。拍手ありがとう。いや、世の中にはね、学学音のことたくさんありますよね。私、先日、夏祭りに行ったんですけど、人多いじゃないですか。知らない人に思いっきり足踏まれたんですよ。これ痛いと思ってその人のパッと見たら、その人サッカー解説者の松木安太郎に似てたんですよ。マレ、今思いっきり足踏んだよね。でもね、もしこれがサッカーの試合だったらレッドカードなんだよね。めちゃくちゃ顔うざくて、でも祭りなんでなんとか大丈夫だと思ったんですけど、やっぱり夏祭りといったら屋台ですよね。たこ焼きを買ったんですけど、ソースが全然かかってなかったんですよ。だから店員さんにソースかけてってお願いしたんですけど、その店員さん、小袋の黒田に似てたんですよ。すいません、うちのたこ焼きソースなしでも美味しくいただけんねん。表現力すごくて、でお前ソースはかけてほしいじゃないですか。かけてくださいってお願いしまくったんですけど、しつこかったのか、屋台の裏から兄貴って呼ばれてる人出てきたんですよ。ちなみにその兄貴も小袋の黒田に似てました。すいません、お客さん、すぐソースかけますんで。待って兄貴、何信念曲げとんねん。うちはお客さん第一やで。せやけど俺は一番美味しい状態でたこ焼き、それはエゴやねん。なんかもう表現力と表現力のぶつかり合いで、なんかソースがどうでもよくなっちゃったんですよね。でその後花火でも見ようかなと思って適当に腰下ろして待ってたんですよ。でもその場所が場所取りされてたところだと思っていて、おじさんにめちゃくちゃ怒られたんですよ。そのおじさんも加藤一二三に似てました。何ですか？何ってかずっと分かんなくて、結局花火も見れなかったんですよ。いや、トータルで何この夏祭り、こんな夏祭りに浜田ガクガク。どうもありがとうございました。